でですのでここでやっぱり特徴的にあるのはいわゆるアプロク m メーションなので近似的におそらくこの機械が出したクラスターっていうのは正しく分類できているとクラスタリングできているということがアプローチの主眼です。ですので100にはどうううしてもならなならいいというような問題がありますこういった今研究者の識別詞と研究者の名寄せというものが2つのアプローチがあったときにそれぞれどういったことを言っているかと。 ということがこのグラフですでまあまあほとんど図書館の目録はもうすでに、えっと、人手によって識別書を付与しているわけですね全ての本に特に、えっと、ジャパンマークのような、えっと、日本の図書全部に対しても式別書を付与している活動はすすでにありますだけど何で論文にはないのかというようなことを言ったときにもう一番最初に言ったあの指摘したとおりに でに論文そのものはものすごく膨大にあるしこれからもどんどん膨大に出てくるし著者の数もどんどん増えているともう図書の差ではないんですね。ですのでまあいわゆるこの状態でどんどん来ていると。で人手による識別のの付与っていうのは やはりです、ね、要求品質を満たすことは確かにできるんですけども膨大な労力がいるとこれ左に時間縦に品質を取った時にすごい時間をかけながらちょっとずつちょっとずつ品質を上げていくっていうのが人手のパターンですで機械でやる場合は要求品質をガッと上がるんですけどもなかなかあるところで差散ってきて悩み、えー、の精度が上がらないとそういう性質がありますですのでここで大体何をやっているかっていうと 例えば一つ最初人手によって識別書を付与したりしますけれどもあるところから計算権マスでドンと処理をしてでさらにもう一段比率を上げるために人手による識別書を付与することによってトータルとしてデータベースがえー名寄せされた状況っていうのを作るというのが今よく行われているパターンです。 n i i がですね実は、えっと、数年1年2年前ぐらいからですかね KEK エネルギー加速研究機構と、えっと、セルン欧州の原子核機構とで、まあ、研究環境の,その3社の、えっと、覚書を結んでプロジェクトが走ってるんですけども実はこの「なよ性のプロジェクトが走っていまして。 ちょうどですね京都大学の大村明美さんがですね今 NI の,の,の研修を通して今セルンに行かれてましてでセルンでちょうど大村さんはですねちょうど、えー、コンピューターサイエンティストやエンジニアと共に日本人の当然そ、えっと、ソらシ物理のデータ論文データベースインスパイアなんですけれどもこれの えっと内容性を手動でやって品質を上げているプロフェッショナルのキュレーターとして今活躍しているところです。で、今ビジュブルに出てきているのはですね、これある研究者のえっと研究者のページなんですけれども、この研究者のページで NIH のちょうど家計費のデータベースや研究者リゾルバーのデータベースを使って、ここでは家計費の番号を手動で紐付けて。 ま、いろんな根拠をその既存のデータベースから洗い出してですね。キュレーション活動の一つとして活躍されています。こういった形でえっ、ー、といわゆる機械による名寄せと手動による名寄せというのが、まあ機械あ指導による。えっ、ー、と識別不要。ま名、あ、寄せもそうですけども、もっていうのが連動して全体の比率を上げているというのは今ですで。 じゃあ、えっと、今のが大体、えっと、各データベースベンダーが行っているような活動のパターンなんですけれどももう一つ今実際に脚光を浴びているのが国際的な永続的識別支援、まあ、PID というふうに呼ばれているものなんですけれども PID というのは非常に大事だしそれを世界で一つみんなで共有しましょうと。でそれをもとにいろんなシステムをエコシステムを作り えっと世界のにでシェアされる一つの学術情報環境を形作っていきましょうというのがまあでもこの絵はですねちょうど PID そのものにはですね一番有名なのはやっぱデジタルオブジェクト DOI というふうに呼ばれているものだしでそれが論文だけではなくて研究データにも波及しているというのが今の事件上です。 またその研究者そのものは今おそらく OKIT というのが一番トレンドでしょうでさらに組織やグラントにも ID が必要ですよねというような話題にもなっていますでそれらがですね一つ,の、えー、一つのシステムとして連携することによって、えー、なんだろう必要な情報関係を作っていくとでヨーロッパではまあいくつかのプロジェクトもありまして SOA とか o p e n エ i r とか p a n ィ e とか UDA とか ああいうのもありますで PID の機能はですね式別紙つけたらそれでいいんですよねとそれで判定できるんだからいいんですよねっていう,うに終わりではなくて実はもう少しちょっと考えてみると PID の機能っていうのは実はブリッジ機能っていうのがありますでそれは複数のデータベースを統合利用することを考えた時に共通の外部式別紙をつけてあげればでつけたものを複数のところで例え、まあ例えば えっと、ある研究室の、えっと、業績リストそのものに論文の DOI をつけましたとで別のグループでの,、えっと、論,文のし論文のリストに DOI をつけましたでそれは実は一触単にした時ですねあこの DOI とこの DOI は同じだからこの論文一緒,一緒ですねというような形で全体を一つずつにまとめた時にもその ID が有効に機能すると。 ですのですのでだけではなくて実はオーキッドもそれと同じ機能を果たしましていろんなデータベースにオーキッドがもし入っていたとしたらそれらをまとめた時にも一つの整合性の取れた形として研究者を識別できるということがあります。でちょうどですね今日本はオーキッドがブリッジの機能を果たすことに期待されていると言いましたけれども。 科研の研究者番号はブリーチ機の果たすように推奨していたことが、ni ではえっと csi の委託事業の時の実験プロジェクトでありまして、機関ロビンには著者番号として付与されていることがあります。研究科研費の研究者番号、まあ、期間えっと研究者リゾルバの番号というふうにも言っています。けれども、実質はそれは派遣費の研究者番号を再利用しているので、本質的には科研費の研究者番号なんですけれども。 これが例えば大学の機関理墓地の中に付与されている場合がありますですので国内では2つの研究者番号を並走しているためこれを救出対応が関係するデータベースがやっぱり必要ですよね。でそのために研究者リゾルトはまあ今,今のところ実験プロジェクトのある意味残りの成果として公開され続けていますけれどもここでも可研費の研究者番号と大きとの対応関係を持つのでまあそういう対応関係があればいくつかの データベースから、そういった識別しを、ついたものを、付与、えっと、集めても。変換して、例えば、オーキット、にすることができるし、限りの研究者番号。に、ので、判定することもできると、いったことになっています。で、もちろん、そういったことがあると、えっと、ウェブサービスなどもリッチに、できる、ことです。で、まあ、もう、後、二枚、スライド二枚ぐらい、ですよね。学術のオープンデザイン。が、実は、今、あの、起こっていると。 起こっていいいるととうののが今の現状だと思います一つは、まあ、一番本質的にはオープンサイエンスとまず、えっと、サイエンスを行うということ自身がオープンであるというようなことをデザインされちゃっているわけですね。でそれによって論文のオープンアクセス論文、まあの研究データの共有をされているわけだしそれを加速するためにもう一つは学術環境そのものもオープンデザインの状況になっていると。 でオープンデザインというのは何かっていうと、えっと、サイエンスそのものは自分が今、えっと、つく培ってきた学術式そのものをオープンにするっていうことが、まあ、いわゆるサイエンスに対するオープンですけども学術環境に対するオープンのデザインっていった時には実はそれぞれが一つの、えっと、役割を果たすような環境を作ってきてそれらが一つの とととしてエコシステムを構成するいいうののが最もオープンンデザインの本質だと思います。で、それによってインターネット上では一つのシェアードシステムとして動,く動けばいいし一つの機能はみんなで共有すればいいという意味でオールインワンワプレースだとでこういった時にそれぞれの、えっと、研究環境を作る人たちがやみくもにやるのではなくて実はこれ非常に重要なことなんですけども我々は何をやっているか学術文化の継承をやっていると。 いうことを常に念頭に置きながら自分の行動を決めていく必要があると思います。で、それはですね、人類の地の創生プロセスの再確認をしなければいけない。特によく言われるのは、学術知識創生の本質というのは、On the shoulder of the ジャージャイアンと巨人の肩の上に立つと。我々の知識というものは過去の先人の知識作ってきた知識の上に成り立っているんだと。 ということを常に意識して自分たちが環境づくりをやっていたとしたらそ,れをその思いを実現するために自分たちのデシステムをデザインするという必要があるとでさらにですね地の創生プロセスに関わる全ての高科学者への賛辞をする必要があるということを常に念頭において我々は活動していくべきだと思います。で、まあ、終,わります終わりに最後に言いますけども増え続ける学知識研究者 がありましてそれらの学術的な貢献のの名人は大切だとでそのためには一つは研究者の識別しもう一つは研究者の悩みという方法がありそれらは今オー,プンデザインオープンサイエンスという時代のもと環境を作るのがオープンサイエンスオープンデザインをやっているんだとでそのためには学術文化の継承をやっているということを常に認識して我々は行動しなければいけないんだということを最後の話として終わりにしたいと思います。ありがとうございました